はい、こんにちは。高学歴婚活系 YouTuber のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、ちょっとこの画面の絵、これ僕オリジナルで作ったんですけど、ちょっとねいつもと違う感じで、やっていこうと思います。よろしくお願いします。で、今日もね婚活の話をしようと思うんですけど、まあね4月が始まって、皆さん、まあ、とても忙しいと思います。まあ、僕もねまあいろいろ忙しいわけで、まあだけどこう婚活をねリアルにやってて、それに対するね動画もしっかりね撮ってね、みんなのねそのなんだろうこうなんだろうみんなをねこうこれが婚活のリアルだっていうのをねちょっとみんなにこう分かってもらおうとね、思って、まあ、動画を撮ってます。なので僕の動画はね、婚活アドバイザーとかね言われる人たち、婚活なんだろういっぱいいるじゃないですか。婚活なんだろうカウンセラーとかねアドバイザーとかね、そうやってねやってるその営業目的の方と違って、僕のはねこれガチのリアル動画なんで、なんかね人になんかよく思ってもらおうとかね、人にどうこうとかそういうのが ないので、これガチでリアルのね話というかね、動画にしていこうと思ってますので、その辺ちょっとご理解よろしくお願いします。まあ、ね結構ね最近女性の方増えてきてね、まあねブチ切れたりする人がいるんだけど、ダメですよ。これはね婚活アドバイザーとかカウンセラーのなんだろうこう女性の共感を求めたりとか男性のこう会員を集めるための営業トークではありません。これガチのリアル婚活の話をやってるわけで、なんだろう営業トークが好きな方はそちらに行った方がいいと思います。営業トークね好きでそのなんか婚活に対する共感とか求めたいんだったらそっちの方がいいと思います。僕やってるのはこれガチの話をやってるので、なんかこう営業トークでよく見てもらおうとかね、私の例えば会社をねこう知ってもらおう評価してもらおうとかそういうねトークじゃないのでよろしくお願いします。つまりねそこには本音が出たりね、いろんなねその体験談が僕の体験談が出たりするんだけど、それはね僕はアドバイザーじゃないから、そのなんだろうお客さんのこう機嫌を取ったりとかね会員集めるための営業トークではないってことをねしっかり理解して聞いてください。まあ興味ない方はねもう見なくていいので、まあね、僕の動画ね興味ある方だけで結構ですので、よろしくお願いします。ということで、まあ、4月になっていろいろね悩むところがいっぱいあるんですよ。まあね昨日ちょっと動画でねちょっとネガティブトークしたらねみんな意外とねまあこう批判的なね、感じのねこともあったコメントもあったりとかね低評価が多かったりとかね、ちょっと女性会員がねざまあとか思って、まあ、見てるんだろうと思うんですけど、まあね、今日はねこれからの僕の婚活のねなんだろうこう方針というかね4月のね課題を見つけたんで、それについてちょっと話していこうと思います。ちょっと前振りがね長くなっちゃったんですけど、やっていきます。まあね僕ね今は婚活して、1月じゃなくていつだったっけ2月の末からしたのか2月の末まあ3月の初めぐらいなんだけど、まあ、2月の末なんで一応ねまあ2ヶ月でこれ3ヶ月目になるんだけど、なんだろうまあ日数じゃなくてその月単位で言うと2月の末が入ったから2月3月でこれ4月で3ヶ月目になるんだけど、まあね今のところねその男性の平均のお見合い、できる確率 5% とか、まあ、女性のお見合いするできる確率 8% より今のところパーセンテージは高いんですよ。まあ、10人申し込んで1人2人ぐらいなので、まあ、パーセンテージ的には今のところ高いんだけど、ただねこれ戦略を練っていかないとね本当に難しいところがあるなと、まあ、僕は感じています。まあ、僕ね今までの動画でね低スペック女性には申し込むなとかね銀行員の女性は理想が高いとかね
まあ、薬剤師の女性は借金があるし、学歴高いんで、自分よりかなり高いところを求めるんで、そういう女性はやめましょうっていうね、まあ、動画をいくつも上げたんだけど、まあ、今日はね、そういろいろ動画を上げてる僕からね、の自分のね、これ戦略というかね、を話そうかなと思うんですけど、まあね、僕ね、低スペック女性に申し込んで、今まで1回もね、お見合い成立してないんですよ。この2ヶ月ね。ほとんど大学院出てる女性とか、あと年収の高い女性ばっかりで、低スペックの女性に申し込んでね、成功した試しがないんですよ。だから、まあ、それがね、僕の中でもこうトラウマになってるっていうかで、僕の中で低スペックの女性は申し込んでも絶対成立しないんだっていう、そういうところがあって、ちょっとね、申し込むのためらってたんですよ。ためらってたとこもあるんだけど、今回4月の戦略っていうのはね、まあ、低スペックの女性に、まあ、ガンガン申し込んでいこうぜ。まあ、もちろん申し込める数っていうのは決まってるんで、なんだろう、ガンガンって言っても、なんだろう、100も申し込めないですよ。10しか申し込めないんで、まあ、その低スペックの女性をね、に申し込んでいこうっていう、この4月の、まあ、戦略でいこうかと思います。あとね、2つ目がね、低スペックの女性と、あと、僕ね、一応ね、医学部の大学院出てるんで、医療系の会社、もしくは、あるじゃないですか、そういう、医療系のね、関係の会社とか、まあ、事務系の人とか、そういうのにね、申し込んでいこうかなと。まあ、医療系のスタッフも含めて、そういうのに申し込んでいこうかなっていう、作戦でいます。まあ、これなんでかというと、僕今までね、なんだ、お見合い成立した、3人のうち2人はね、医療系なんですよ。まあ、企業も含めてね、医療系で、あと2人、まあ、2人か、2人は大学院出てて、2人はまあ医療系なんで、そのなんだろう、学歴高い女性とか、あとね、その医療系の女性っていうのはやっぱりヒットする確率高いのかなっていうふうに、まあ僕は思ってます。なので、やっぱりそこはね、僕の強みでもあるんで、まあ、今の会社と全く関係ないんで、今の会社って本当に役に立たないよねって、まあ、思うんですけど、まあ、僕の、その学歴とかね、そういうところで、まあね、結局興味持ってくれる方なから選んでいった方が、その自分のね、なんだろう、得意とするところっていうか、そのなんだろう、得意っていうか、その自分のね、強みをやっぱり生かして婚活できるかなっていうふうに、まあ思ったので、まあやっぱりその僕のまあ強みっていうのは、まあ僕が会社で働いてることより、僕のその資格とか、あとその学歴の方がやっぱりどうしてもね、今の会社以上に強いんですよ。僕の中でもそうだし、他人から見てもそうなんですよ。僕は他人から見て、あ、そうなんだと思ったのがやっぱり強みかなと一番思ってるんで、まあね、そこをね、やっぱり活かしていきたいなと、まあ思ってます。なので、まあ今回はね、ちょっとスペックが低い女性と、あとその医療、まあ前回に続いて医療系ね、の、まあ女性に申し込んでいこうと思ってます。で、まあうまくいったらいいんだけど、まあどうなるかね、これはね、わかんないんですよ。これだって、僕、婚活アドバイザーでも、カウンセラーでも、婚活系のスタッフでも何でもないですよ。これガチの話だから、うまくいくか、うまくいかないかは、やってみないとわからないっていうね。だから、10人申し込んで全員失敗したら、もうその時点で、その月終了、話すことありませんっていうね、感じでこれ終わっちゃうんですよ。わかります？ 10 人申し込んで、誰もね、お見合い成立しなかったら、もうその時点で話が終わっちゃって、もうダメでした、みたいな話、動画しか上げれないわけで、これガチの話だからね、成功するかしないかは、これは僕には決めれません。なので、まあ、ちょっとね、そこがね、一番悩むところなんですよね。だって、動画的にはね、お見合い成立とか言って、どこどこ行ったとか言って、いろいろ話をしないと、話的にこう盛り上がらないじゃないですか。てか話が進まないじゃないですか。今月もダメだった、みたいな、ノアラさんの動画みたいに、なんか、なんだろう、アプリと、何？
相談所、何十人申し込んだのにダメだったとか言ってたら、それ動画にならないじゃないですか。まあ、野原さんスペック低いからね。まあ、僕、野原さんと違ってスペック高いんで、まあ、その辺はね、まあ、そのやっぱり自分の強みのところをね、出して、やっていこうと思ってます。なので、たまにね、なんか、野原さんと僕がね、なんか、同じみたいなこと言う人いるんですけど、違いますよ、本当に。なんであんな、何スペックが低い女性と一緒なんですか、僕が。違うじゃないですか。たまにね、僕の動画あんまり見られてない方ね、なんかちょっと勘違いされてるんでね、最後に僕のね、ちょっと自己紹介します。僕はね、都内の医学部のね、まあ、大学院を出てます。で、まあ、まあ、名前聞いたらみんなね、知ってるところなんで、これ言えません。ここ知らない人そんなにいないかなっていう感じのね、ところになるんで、言えません。で、それバレちゃうから。そんなに、医学部の大学院って そんなにね、文系とか理系ほど、まず学部生が少ないし、大学院もそんなにね、学生いないんですよ。だから正直言ってね、あんまり言ったらバレちゃうんで、言わないんですけど、文系とかね、理工学部みたいにそんないっぱいいないんですよ。だから、あんまり言えません。で、まあ、僕はね、まあ、なんだろう。まあ、年収とかはね、ツイッターとかで言ってるんで、あと、婚活で、上げてる年収っていうのは、あれ、実際140万ぐらい低いんで、騙されないように。あれね、実際本当年収低いんですよ。低いあれで登録してるんですよ。確定申告とかね、あれが間に合わなかったのとか、あと、まあ、いろいろ絡みがあって、ちょっとね、アドバイザーの方がなんかもう、それでいいじゃんみたいなこと言って、なんか、勝手に進めちゃったんで、まあ、そうなってます。だから、まあ、本当はそこの相談所ね、よくないんですよ。勝手にだって、年収低い方で、まあ、いろいろ申請してるわけで、本当はね、アドバイザーの方がそういうことやったらダメなんですけど、まあ、虚偽になりますからね。まあ、アドバイザーの方がいいって言うんだから、まあ、それで仕方ないなと思いながらね、まあ、やってるんですけど、まあね、年収低い方がね、なんだろう、そのお金目的の女たちが集まってこないんでね、まあ、それはいいかなと思うんですよね。うん。そういう意味ではね、まあ、プラスに働く面もあるかなっていうふうにまあ思うんですけど、まあ、あとは、なんだろう、それぐらいかな。あと、まあね、あんまり喋りすぎるとね、バレちゃうんで、僕、横浜駅前とかね、新横浜とかいろんなとこでもね、ライブ配信してるんでね、たまにね、じろじろ見られながらね、あの人何してんのみたいな感じで見られちゃうんでね、あんまり、情報言っちゃうとね、バレちゃうんでね、もう今日はこれで終わります。はい。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。最後にチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。